ヘルマーザD マイナーセブンフラット9 5時になったら、あ、撮ってたよ。じゃあ12代目店主山本達夫さんです。なので、オール電化ですね、ガスもつかないということで、火を見せるのはそうですね、誕生日の時にろうそくの炎を消すぐらいしか火は見させませんねなんていう話をしてですね、そんな全部中に入る、普通提灯はこう中から外に出て、ここが破れたり、これ懐提灯といって小田原の人が考えて、はい、大ブレイクしたんですね、あの全国に売りこれを売り出して。非常に時間上にできているということで、3つの特徴が、3つの特徴がございますまずこの肥後と言われるこの、ということで、この時期は茶摘みをやろうかということで、今日は私の普段は
半すりしまって絶対外に出さないんですよ。今日は暗いので。アメリカのホタルはパッとついてパッと聞こえる。息がこう息でパッとの鳴き声を聞くだけで心にありったけの優しい気持ちを想像することができる民族だ。こんなところに甘酒茶店があるな。いらっしゃいませ。お、
結構だ。何？馬が綺麗な侍がいるわけねえだろ。ん？あ？嘘をつくんじゃねえよ。やろう。お！よごろうは冬を疲れて思わず。寝るぞ！お！刀の唾に手をかけました。はあ？ああ、切んのか？やってみろ。面白い、やってみろ。このふがちなやつ。馬が嫌いと言って、ごめんね、牛ちゃん。俺の魚代も払っとけよ。おやじ、魚代もらっとけよ。お前、行くぞ。ゾロクさんです、箱根の関所で人力車を引いています、まさに現代の後ろこの風を見たときにこれしかないと思って。大切にしていただいて、また、カフェの方にも。